スミレおじさんは日本の女性プロコスプレイヤー。タレント、モデル。2018年12月にタレント活動を開始。アセティアと業務提携。別名には紫花スミレ、バイオレット、スミレ普段は都内にある実家のスナックに勤務している。以前は期間限定でウルトラマンの怪獣をコンセプトにした六本木のレストラン怪獣娘6に勤務していた。 2016年、大学在学中に自宅でコスプレを始める。2017年に後輩のコスプレイヤーに誘われて、初めてイベントへの一般参加を果たした。初めてのコスプレは、ラブライブの園田海。本来は、紫花すみれの名前で活動していたが、友人に対してクソリプ、おじさんごっこをして遊んでいたところ、すみれおじさんの名前で定着した。以降は、 用途によって名義を使い分けている。2018年8月にオリコンニュースでインタビュー取材を受けた時点では、夢は公式コスプレイヤーと語っていたが、同年の冬込みでスマホゲームドールズフロントラインの公式コスプレイヤーに採用された。現在の夢はフェイトシリーズのたまもの前の公式コスプレイヤーになること。2018年12月にブラジルのアニメフェス。 レシカフレンズ公式レポーターに就任。帰国後、現在の事務所と業務提携を開始し、タレント活動を開始。デビュー3ヶ月でヤングジャンプの表紙、グラビアを飾る。2019年4月にボートレース、江戸川でライブ出演のほか、2019年5月にニクフェスの MC を務める。2019年7月にブラジルのアニメフェス。 アニメフレンズにゲストコスプレイヤーとしてリオデジャネイロ、サンパウロの2イベントに招聘される。この際、世界コスプレ大会 CWM の審査員に就任した。2019年8月に女優の小松彩香と共に仙台アニメフェスの応援大使に就任。2020年7月からアクションジムで今や刀の他長剣などの中国武術の指導を受けている。 2020年8月に原宿系ファッションモデルとして活動を開始する。2020年11月に鈴村信弘監督の劇団遊びドラマティックで矢岡月らと共演、女優デビューを果たした。また、2021年8月には渡辺博行、塩谷窓からと共演の舞台に出演を果たした。 2018年、2019年、2021年、2018年、2019年、2020年、2019年、2021年、2019年、2020年、2021年、2019年、2 0 1 9年、2021年、2 0 1年、2019年、2020年、公式 SNS 事務所、ありがとうございます。